今日はまず残念なお知らせをしなければなりません。議会だよ、議体集合は今日この放映をもって終了になります。え ?4 月14日の県連大会で、我々の議会対策委員会のコンビは、解散をする予定になってしまいました。大変お世話になりました。ということで、今日からは番組名を議会だよ全員集合と改名をし、これからも、皆様に放映をしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。新人の県議を今日はお呼びをしております。それではお呼びしましょう。新人さんいらっしゃい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速自己紹介をカメラに向かってお願いします。蔡京志郎と申します。上越市、選挙区からこの度補選で、議席をいただきました。地元のためしっかり頑張りたいと思います。そしてこちらの諸先輩方の言うことをしっかり聞いて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ちなみに蔡京さんは、はい、なぜ県議会議員になろうと思ったんですか。勢いですかね、やっぱり勢い、なんとかこのちょっと上越なんとか新規ならんのみたいな、そういう地元魂というか、こういう蔡京さんを見て10年経って勢いがなくなってる我々はもう一回もう初心に戻ったやり直しですね。ダメですね。ちなみに蔡京さん前職、はい、教師で、ね、前職はですね、はい、あの高等学校の教員っていうか、まあ、管理職でした。はい、あの世界史を教えて。あ、そうですね、はい、世界史得意でしたか。みんな、まあ、私ね、どちらかというと歴史で。いつの時代が好きだった。最近はまああの明治史に。ああ、いいですね。はい、セコソンで。それ、大河ドラマの時期が好きになるわけですよ。それに合わせてね。ちなみに蔡京さんの好きな歴史上の人物は。僕ですか。やっぱりですね、上杉謙信公ですね。やっぱりね。世界史じゃない。やっぱりでも歴史の先生をやってらっしゃって、うん、生徒さんたちに社会だとか、はい、この世の中を教えていく中で、政治をっていう思いもやっぱりそことリンクはされてらっしゃるんですかね。そう、あんま関係ないかもしれない。まあ勢いですね。勢い、はい、さあ、実はですね、ここで噂が届いてます。はい、某、はい、事務所、某誰かの、はい、国会議員かな、これ、なんとか事務所の、はい、ダブルダ・エスタロー秘書からですね。これはですね、回答はカカシですね。マジですか。マジです。いや、すごいいっぱいいたんですよ。で、あそこでもう10票以上は間違いないなと思って、ああ、ガーン突っ込んだら、突っ込んだおじさんが一人で、まあ、まだ噂ある。あ、まだ噂。噂に。あ、お。大好きな蔡京健。お、はい。ちょ。大好きじゃねえよ。大好きじゃないでしょ、これ。点がついてますよ。犬好きな最近ローが消えすぎません。俺熱烈な大好きな最強キャラで告白してください。これからまあ定例会、はい、9月からまた再開しますけど、質問立っていただいて、どんなところをこう集中的にこう問いただしていきたいか、なんか政治に対する思いとかありますか。やっぱり今人口減がね、はい、話題になってますけど、うん、実はそのまあ、僕教員だったんで、はい、まあ、その教育の面から見ると、うん、結構その今山村留学みたいのが全国的にこう少しずつブームになっていて、うんうん、ちょっと新潟県はそこの取り組みが弱い。でこれだけこう首都圏と高速交通まで近いので、実はその遠くの都道府県に行くよりは新潟県の方がいろいろメリットとして有利なんですね、保護者が。だからそういうのをちょっと推進して、まあ、若い人を新潟県に来て、仮にまた出てたとしても、まあ、若い頃住んだ場所って必ずこう印象に残るんで、うん、新潟県はそういう形でこうそういうことを始められないのかなっていうのは、まあ、思ってたことなんで、まあ、その辺も含めてやっていきたいなと思っています、うん、はい。でもさっき野球部に入っていただきまして、野球ですか。入ったんですか。入ったんです。サンドウェイス経験者も。それに限らずこれからもいろいろ仲良くさせて、また連携をさせていただきながら、新潟県の発展に力を合わせてまいりたいと思います。はい、あの蔡京議員本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よかったら皆さん、あの YouTube のチャンネル登録をしていただきたいと思います。あのぜひともお願いを申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。